皆さんこんばんは、今日ようこそメモリアルコンサートへいらっしゃいました。私は、永井信義と言いますけど、今日ナビゲーターとして皆さんとご一緒にこのコンサートのひととき過ごさせていただきたいと思います。今日3月11日は、あの大震災から丸3年経つという、そういう日です。皆さんどういうお気持ちでこの日をお迎えになったでしょうか。いろんな思いを皆さんお持ちなことだと思いますけれども、ぜひ今晩は国内外から7組のアーティストたち、それも遠くに思いを強く持っているそういうアーティストの方たちがここに結集して、皆さんに癒しとなるように、また励ましとなるように、慰めとなるように心も込めて演奏させていただきたいと願っております。ですからぜひ、まったりゆっくり、いろんな表現がありますけれども、温泉に入ったような気持ちで、そんな時もあると思いますし、少しはちょっとこう小躍りしたくなるような、そんな元気の出る、そんな時もあるのではないかと思いますが、ぜひ、皆様ご自由にお過ごしいただくことができれば、そのように心から願っております。今、アメージングレースを演奏してくださった、サックス奏者のパク・クァンシクさん、そして、ピアニストのゴン・ミルさん、このコンサートのために、わざわざ韓国から来てくださいました。後でまた最後の方ですけれども、お二人の演奏を聞くことができますので、楽しみにしていただきたいと思います。それでは、次に登場されるアーティストをご紹介したいと思います。仙台出身、そして仙台に在住してアーティストとしての活動を続けておられる大宮かおりさんをご紹介したいと思います。大宮さん、かおりさんはですね、本当に自身の被災体験ももとに多くの楽曲を作り、そしてそれだけではなくて仮設に行かれたり、さまざまなところに出かけていっては慰めを人々にもたらす、そういう演奏を続けておられます。今日もここで皆様に慰めをお届けする、そのような演奏が、かおりさんを通して行われると思いますので、ぜひ、皆さんゆっくりと楽しんでお聴きいただきたいと思います。それでは大宮かおりさん、お願いいたします。涙
ありがとうございます。皆さんこんばんは。今日はこの日に、皆さんとこの時間を一緒に過ごせることを本当に嬉しく思います。3年前私もこの仙台の地で、地震を体験し、この先どうなってしまうんだろうという不安の中にいましたけれども、それでもここまで命が守られて、今日恵みによって生かされていることに本当に感謝したいと思います。そして今回は私以外は皆さん、海外から、そして遠くからこの日のためにここに駆けつけてこのコンサートをしてくださるということで、本当に私自身もとても楽しみに、そして励ましを受けて、今日この日を過ごさせていただいています。たくさんの、素晴らしいアーティストがこれからも出てきます。ぜひお楽しみください。今歌いましたのは雨にも負けず、宮沢賢治さんの作品。これは震災後2ヶ月後ぐらいに気仙沼に行った時に、それがきっかけで作った歌です。あるラーメン屋さんによりまして、そこにかけられていた詩を見て、そして私が行っている教会と同じグループの教会に気仙沼の教会があるんですけれども、そちらに行きましたら全部流されていましたけれども、教会の先生も皆さんもお元気で、帰ってこちらが励まされてきたんですが、その姿を通して、この雨にも負けずは実は牧師だった斉藤宗次郎さんという方がモデルとして書かれている作品だそうです。それがこう重なるものもあって、とても心に響くものがあって、帰ってきてからこの曲を作りました。いつも被災地で歌わせていただいています。次に歌いますのは、これも震災後に作った曲なんですけれども、聖書の中の言葉を歌にしたものです。神様がこの世界を作ったこと、頭では分かっていたのですけれども、やはり震災を通して本当に人間は何もすることができない、本当にちっぽけな存在だなと感じましたけれども、神様のその偉大な力、世界を治めておられるその力に、本当にただただ何もできない自分けれども、神様は美しい星空を見せてくださり、また新しい朝を与えてくださり、一日一日その日その日に必要な分を与えてくださった、本当にそのことに感謝をして、主は永遠の神という曲を歌わせていただきます。
ここで、私の友人を紹介したいと思います。震災前からもお友達だったんですけれども、震災後さらに、家族ぐるみで仲良くさせていただいている家族なんですけれども、若林区の井戸浜の方で、被災をされて、大変な経験をされましたが、それでも希望を持って本当に、力強く歩んでおられる、私もとても励ましを受けている方です。その方をご紹介します。大友真理子さんです。よろしくお願いします。拍手でお迎えください。ただいま、ご紹介に預かりました、塩釜聖書バプテスト教会の大友真理子と言います。よろしくお願いいたします。皆さんおっしゃるように、震災からもう3年経ちました。本当に月日の経つのは早いなと実感しています。今日こうして皆さんの前でお話ができるのは、私はこの震災で家族や親戚を亡くしたことがなかったということもありますが、私にとって一番大きな理由は、私は高校の時からずっと信仰を持ってきましたけれども、その私が信じているイエス・キリストの神様がいつも一緒にいてくださったということです。そのことを今日は少しお話ししたいと思います。私はこの宮城野区の隣の若林区の沿岸部井戸浜というところ、今かおりちゃんから紹介いただきましたけれども、井戸浜という102世帯ほどの本当に小さな農村地域に住んでいました。私の家は海から 1.2 キロのところです。低山運河を挟んだ松林は、防風林のような働きをしていましたけれども、この3.11 の津波でそれは本当に根こそぎ倒れてしまって、そして私たちの集落を襲いました。私たちの集落からは38名の方が亡くなりました。片付けをして逃げなかった、そして、津波なんか来ないと思った人、もちろん人助けのために遅れて亡くなった人もいます。震度6強の長い揺れ、絶え間なく続く余震、津波の経験のない私にとっては何が何だか分からず、頭の中で時間が止まってしまったような、そのように思いました。それでも体は反応して、避難指定である小学校に、一緒の地域に住みます牧師先生のお母さんや家庭集会に参加している方々を車に乗せて避難しました。でも小学校ではまだまだ余震が続いていましたので、すぐには校舎の中に入れてくれませんでした。一緒に避難してきた年配のおじいさんは足が不自由で、普段でも車椅子を使う方なんですけれども、
津波が来たというその声に慌ててしまったこともあって、うちの人が一緒に手を貸したんですけれども転んでばかり でなかなか前に進めなかったんです。でうちの人は立ち膝になってその方をおんぶしようとしたんですけれどもなかなか重くて立ち上がることができなかった。そうやって宿泊しているうちにもう津波は膝のところまで来てしまったそうです。その時そのおじいさんは俺はいいから逃げろとそのように言い残して津波に流されてしまいました。3日目に校舎の渡り廊下で遺体として見つかりました。一緒に避難した主人は本当につらい思いをしました。私も、避難した小学校では本当に全身ずぶ濡れになって寒さと怖さ恐怖とで震えている方たちの着替えを手伝いました。でも何せ小学校ですから子どもたちの服は小さいです。それでも運動着から給食着から法被からありとあらゆるものを皆さんに着せてもそれでもなお足りなくてカーテンをもうあちらこちら引っ張ってはたくさんの方たちに包んであげました。それでも皆さんの体は震えが止まらなかったので私はその方の本当に背中を抱いてそして体中さすってあげました。また小学校のたまり場のようなところでは水死体となった人をロープで引き上げるというそのような光景も見ました。尋常ではない状況に私はただただ呆然としていました。そんな辛いところを通った私たちの心の拠り所となったのは教会でした。先ほど歌ってくださった大宮香織ちゃんの歌にこのような歌詞があります。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。貧しさの中にいる道も豊かさの中にいる道も開くことにも飢えることにも富むことにも乏しきことにも私を強くしてくださる方によってどんなことでもできる。私を強くしてくださる方は主よあなただけ。私の大好きな賛美です。礼拝で歌われた時は涙が止まりませんでした。悲しいからではありません。神様からの慰めをいただきました。神様がすべてをなくしてしまったけれど大丈夫だよ、私がいつも一緒だから大丈夫だから心配しなくて大丈夫だよと語りかけてくださったからです。アパートでは涙は出ませんでした。震災後2ヶ月間は本当に涙涙の礼拝でした。でも私にとってこの礼拝があったので立ち上がることができました。私の隣の地域に住む A さんは津波で家もそれから作業場も畑も全部流してしまいました。住むところがなくなってしまったので息子さん家族を頼っていきました。そして一緒に生活始めました。でもおばあさんが慣れない生活なので大きな声を出したりして仲違いし気まずい思いになって息子さんからもう出て行ってくれと言われてしまったそうです。本当につらい思いをしたと話してくれました。私も教会で涙涙の礼拝を礼拝でしたと話したとき A さんは私には泣くところがなかったとぽつりと言いました。私にはすべてを受け入れてくれる教会があったことは本当に幸せなことだと改めて思いました。トレーラーハウスに住むことになった A さんを何度となく訪問していく中でもう物は十分、自分よりも大変な人がいるから私も何かをしてあげたい、これからは新しい生き方をしていきたいと前向きに歩む決心をしました。震災後塩釜教会では支援復興プロジェクトホープ宮城を立ち上げました。国内はもちろん海外からもたくさんのボランティアの方々が来ました。教会はボランティアの方々であふれていました。みんながいる、一人ぼっちじゃないよと言わんばかりでした。本当にたくさんの方々との出会いと祈りがあったので
私たちは今日まで来ることができました。また教会にはたくさんの支援物資が送られてきました。礼拝堂にいっぱいでした。懐中電灯、トイレットペーパー、紙おむつ、古着、お菓子、本当に、全てをなくした私たちにとってはどんなにありがたく嬉しかったことでしょうか。震災当初は仮設住宅には支援物資がたくさん届きました。でも点在しているみなし仮設には届きませんでした。それで私たちは皆さんのアパートまで届けに行きました。アメリカの災害支援団体サマリタンズパースは冬の暖房器具を大量に提供してくれました。私たちは公共施設を借りて皆さんにお渡ししました。私たちは支援物資だけではなく心のケアのためにコンサートなどのイベントも開いてきました。さらにこのサマリタンズパースは若林区東部見ず知らずの方々の家60軒津波で被害を受けた家の修繕をですね無償でしてくださいました。そしてサマリタンズの方々は口々に神様の愛を届けに来ましたと言って長期で仕事を休んでそしてこの日本の被災地に来てくれました。寒い冬も暑い夏も彼らは一生懸命働いてくれました。神様が多くのボランティアを送って被災地を助けてくださったのです。彼らの働きを通して被災者の心にも神様の愛が届きました。 B さんは危機一髪で津波から逃れましたが家屋は全壊扱いとなりました。そのような辛い中でサマリタンズの人たちに出会いその愛の基盤ともなっている聖書を読み始めたところ震災の辛さというものをいつまでも引きずらず明るく希望を持って歩み始めたのです。また岩手県の大槌で被災した C さんはいろいろ吟味して作って間もない新しい家が流されたばかりではなく妹さんもそして親戚の方20人ほど津波で亡くして生きる気力を失っていました。そんな時東京のボランティアの方々がいらして涙の祈りを通して彼女の心が慰められ今まで聞いたこともなかった聖書の話を聞いてこの神様に全部お任せする決心をしたのです。このように被災した方々が慰められ励まされていくことを見せていくいただくことは何よりの喜びです。この震災を通して私も含めて悲しみや苦しみにあった人たちには特別に神様の愛と慰めが与えられることを確信しました。ですからこれからも被災者の皆さんに寄り添ってこのイエス様の愛をお伝えしていきたいと思っています。以上です。大友真理子さんありがとうございました。本当に貴重な震災以降のいろんな活動についてまたご自身が体験なさったことについてのお話を聞くことができたことを本当に感謝したいと思います。さて続けてですが一冊の絵本を皆様にご紹介したいと思います。この絵本は原発に一番近い教会といわれる福島第一聖書バプテスト教会その教会の副牧師の奥様佐藤涼子さんがその教会の牧師のですね佐藤明牧師の愛犬についてお書きになったそういう絵本です。この絵本をですね実は今日が発売日なんですけども皆さん発売と同時にこういう形でお聞きになれるということはとても素晴らしいことだと思いますが朗読をしていただきたいと思います。朗読はレインボーミュージックの佐々木静香さんです。お願いいたします。首輪を外したパピ。僕の名前はパピ。犬のパピオンだから
パピってつけたんだって。シルクのような長い毛が僕の自慢。今14歳。人間だったら結構なおじいちゃんらしい。僕は生まれてすぐ福島県の小さな町に来たんだ。この家にはお父さんとお母さん、そしてお姉ちゃんやお兄ちゃんがいて、僕のこととっても可愛がってくれた。お父さんは福島の原発に一番近い教会の牧師をしている。原発って電気を作る工場みたいなところ。毎週日曜日にはたくさんの人が教会に集まっていた。近くには広い公園があって、毎日僕はそこを散歩した。並木道が、桜並木が淡いピンク色に染まる春、海から吹いてくる風が気持ちいい夏、もみじが真っ赤に燃える秋、雪が少なくてお天気の日が多い冬、僕はどの季節も大好きだ。そんなのどかな毎日が突然あの日を境に変わってしまった。2011年3月11日、午後2時46分。はじめはぐらぐらっと小さな揺れ、すぐに止まると思ったのに揺れはどんどん大きくなった。怖くて怖くて僕の心臓は今にも飛び出しそうだった。僕の住んでいた町は海のそば。長い揺れのあと大きな津波がやってきた。僕たちの仲間たちは飼い主さんにポンポン車に投げ入れられて、ギリギリ助かったんだ。次の日、もっと悪いことが起こった。原発が爆発したんだ。それが爆発すると、目に見えないけど生き物や自然に悪さする放射性物質が飛び散るらしい。そうなるともうその町には住めなくなってしまうんだって。サイレンが鳴り響き、みんな慌てて町から逃げていった。お父さんは決めた。教会のみんなを集めようと。体育館に避難した人たちは寒い中、布団もないし食べ物も少ししかなかったんだって。住んでいた町にいられなくなった僕たちは、1ヶ月の間に会津から山形、そして東京の奥多摩にあるキャンプ場へ移ったんだ。大雪で寒い時もあったけど、部屋の中はストーブがついて暖かかった。食べ物もいっぱいあった。たくさんの人たちが食べるものや着るもの、薬なんか送ってくれたんだ。どんなに困った時でも助けてくれる優しい人たちがいるってこと、僕はこの時初めて知ったよ。奥多摩のキャンプ場で過ごしたその年のクリスマス、夕方暗くなってから散歩で見た庭の大きなクリスマスツリー、赤や緑、黄色の光の玉がキラキラ光ってとっても綺麗だった。その夜、お父さんはイエス様が生まれたわけをみんなに話していた。僕は後ろでこっそり聞いていたんだ。イエス様がみんなのこと明るく照らしてくれるといいな。あの日から1年、みんなで奥多摩から福島県のいわきに行くことになった。元の教会に向かってお祈りできる新
新しい教会を建てることになったんだって。僕の町にまた住めるようになるのはいつのことだろう。いわきでは近くのアパートに住む中村さんが僕の面倒を見てくれた。中村さんは五右衛門と黒という大きな犬を2匹飼っていた。あの原発のあとすぐ帰れると思って彼らをつないだまま逃げたんだ。しばらく経って家に帰ってみたら2匹の変わり果てた姿があった。中村さんは悲しくて悔しくて、それからずっと泣いてばかりいたそうだ。そのせいか中村さんは僕をとっても大事にしてくれた。散歩にいっぱい行ってくれるし、おいしいものも食べさせてくれる。それにいっぱい抱っこしてくれるんだ。五右衛門九郎、ごめんね。君たちがあんなにつらかったのに、僕はこんなに幸せでいいのかな。アパートや近所にたくさんの仲間ができて、中村さんにはいっぱい可愛がってもらって、僕は前のように、前よりもっと楽しく過ごしていた。でもこの頃なんか元気が出ないんだ。ふと気がつくと、そこはイエス様の、僕はイエス様の腕の中にいた。そうか、ここは天国の入り口なんだ。向こうにちょっと怖そうな2匹、五右衛門と黒じゃないか。僕はすぐに分かった。五右衛門がパッピーよく来たなと顔に似合わず優しい声で迎えてくれた。俺たちはパピが中村さんと過ごしてくれて嬉しかったんだぜと黒に言われた。僕はなんだかギューッとなった。さあ、首輪なんかもういらない。思いっきりかけっこしよう。佐々木純、そして、姉の佐々木静香でした。今日は素晴らしいこの絵本を、読む機会を与えていただいて本当に感謝します。僕も犬が大好きで、本当にこの物語を、読む時に本当にその動物の視点からその気持ちになって、どんな思いでその動物たちもこの震災を体験したんだろうかなっていうことを本当に、考えました。私たちは千葉県の柏市っていうところから、来ましたけれども、兄弟で活動しています。最近、姉の方は静かリビング、そして私はスタイルジュンという、写真集と、CD を出したんですけれども、今日は即興の、生け花ということをトライしてみたいと思います。この即興にの、いけばねは皆さんがこう盛り上げてくださるととっても素敵になりますので、ぜひ大きな、声援をいただけたらと思います。よろしくお願いします。じゃあ手拍子お願いします。
ありがとうございます。完成です。じゃあ皆さんで言いましょう。せーの、完成。ありがとうございます。春らしい、桜を、今日はですね、なんと柏から持ってきました。そして、花が咲くようにですねお祈りしながら来たんですけど、咲きましたね。はい、咲きました、はい、本当に、嬉しいです、どんな、イメージで今日行けましたか？そうですね、一足早く春を運んできたいなという思いで、来ました。皆さんの本当に心にも普段の生活にも春が来るようにという祈りを込めて行けさせていただきました。届きましたか？ありがとうございます。3年が、経ちましたけれども、引き続き皆さんお一人お一人のために、祈らせていただきたいと思います。私たちは何もできませんけれども、本当にこの神様の偉大さの前に誰も立つことはできない。神様の偉大さを見るときに私たちは本当にひれ伏すしかないものです。Stand amazed. お聞きください。ふと目を閉じ、今まで歩んできた道を振り返ってみる。当たり前に思っていたことのすべてが祝福だったこと、どんなに守られていたかを失って初めて気づいた。あなたがずっとそばにいたのに、何も知らずに尽くすだけ、あなたの
盛大な拍手をありがとうございます。いかがでしたか？即興でのフラワーアレンジメントとピアノの演奏です。なかなかこういったコラボレーションといいましょうか、異業種といいましょうかね、そういったものが一緒になって一つのパフォーマンスとして出来上がるのを皆さんご覧になることそう多くはないのではないかと思います。でも今日はですね、皆さん堪能なさったんではないかと思います。本当に素晴らしいパフォーマンスを感謝したいと思います。さて、続けてですが、これからご紹介するのは韓国出身のアーティスト、ビョン・ホギリさんです。ビョンさんは9年ほど前から日本で活動をなさっておられます。もちろん教会などでもチャペルコンサートなどですねなさっているんですけども、劇団四季の団員として数々のミュージカルでご活躍なさっておられます。昨年の仙台でのキャッツの公演でもこちらのに来られまして、その演奏をお聞かせくださいました。それではですね、ビョン・ホギルさんにこれからのひとときお願いしたいと思います。皆さん歓迎の拍手をお迎えください。Mm-hmm.
はじめまして、ビョン・ホギルと申します。いきなり突然韓国語の歌詞になったんですけれども、日本語の歌詞と全く同じ内容ですので、心配しないで聞いてください。だんだん空気がちょっと重くなってるんじゃないかなと思って、ちょっといろいろ今日、短い時間の中に話したいことがあると思うんですけれども、日本語がちょっと問題で、何言ってるか分からないっていうこともあるかもしれないんで、申し訳ありませんが、家に帰ってちょっと整理してください。すみません。2年前か、そのキャッツ見たことありますか？その中にあるオールド・デュトロノミーというおじいさん猫の役で、3か4ヶ月ぐらい仙台でいたんですね。で、もともと牛タン食べれなくて、はい、でみんな無理やり連れていて食べれるようになりました。これで褒められるとは思わなかったんですけど、店によって噛むそういうのが違いますよね。そういうで、いい店に連れて行って食べたら、美味しいなと思って、帰りも終わって、キャッツが終わって帰りも新幹線、その牛タンのお弁当買ってすごい食べました。大好きですね、牛タン。キャッツで仙台初めて来て、いろいろ経験というか、すごく感じたのがいっぱいあるんですけれども、キャッツってそういうちょっと悲しい内容もあるし、いろいろ面白い内容っていう作品なんですけれども、そのスキンブルシャンスっていう列車の、ね、猫が歌うシーンがあるんですね。それが一番新しい、年というか、すごく明るくて、
そこみんな盛り上がるところなんですけれども、仙台の方そのシーンでもすごい泣いてる方がいっぱいいらっしゃって、いや本当に悲しくて、なんか大変だったかなと思って、まあ、一生懸命やろうと思ったそういうあの仙台の生活だったんですね。で最初はすごい明るいシーンで泣いてるから、間違って見てるかなと思って、ずっと見ると本当にすごいもうボロボロで、なんていうか、まあ、不思議なそういう面もあるし、そこはもっとしっかりしないとダメだなっていう、そういう心の内面がちょっと成長するその大事な時間だったと思いますね。僕っていうのはあの日本韓国から日本に来て、いろいろなあの言葉の通じないっていう問題で、まあ、だいぶ大変だった時があったんですね。まあ、全部話すともう長くて多分イライラする気持ちになるんで一応カットして、いつか、まあ、出会うような日をちょっと祈ってまた行くようにちょっと頑張ります。まあ、一番なんていうか、僕は4年前に心筋梗塞で倒れて、ちょっと大変だったんですけれども、そのおかげで結婚するようになったんですね。はい、そう短く今したんですよ。これだけでもすごい長いんですけれども、それでやっとこんな顔でも結婚するようになって、はい、そのすごく劇団四季で美人っていうすごい美人の人なんですけれども、今だんだん怖くなって、まあ、そういう、まあ、日本の、ね、女性の方すごくしっかりしてるんで、まあ、最近も私も本当にしっかりしないとダメだなと思って、そういういろいろ勉強になるんですね。まあ、そういう生活の中で一番なんかこう強く感じてるのは神様の恵みっていうことなんですね。ただ私がその元気になって一番感謝したのは命があって生きていることだけでもすごい大きな恵みだったんだということをやっと手術して分かったんですね。そういう、まあ、生活の中で詩編の23編っていうその聖書の中にある内容があるんですけれども、主は私の羊飼い、乏しいことがない、いつでも主の家に導くっていう内容ですね。この内容の詩編23編ちょっと歌いたいと思います。共におられる。
私の羊飼い、乏しいことがない、緑の牧場と水のほとりに伴われる慈しみ恵みと主と共に、私は永遠に生きて。詩編の23編でした。いつもこの歌を歌うときにはすごく、私がどこにいても神様のそばにいるっていうことを信じて、日本の生活もともと頑張ってやりたいなと思うんですけれども、まあ人生っていろいろあるんじゃないですか。まあ僕のこういう若い年で人生を言うのはちょっと申し訳ないんですけれども、まあ特に仙台っていろいろな悲しみや痛みとか苦しいこととかいっぱい、まあ、あったと思うんですけれども、これからが一番大事だと思うんですね。私も退院した後一番強く思ったのは、もともと歌を頑張って神様に向かって本当に心で賛美を歌う、そういう人になりたいということを、初めてそういう辛い経験があった後にやっとちょっと大人になったんですね。で今日、まあ皆さんがよく知っている曲いろいろ考えてきたんですけれども、マイウェイっていう曲が多分一番分かりやすいと思って一応持ってきました。まあ
この曲にある信じていくっていうのは本当にその道を進んでいくっていうのは本当の神様に全てを捧げていかないとすごく難しい道だと思いますね。マイウェイ最後の曲でちょっと歌いたいと思います。And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say clear, I state my case, of which I'm certain.I've lived a life that full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it愛と涙と微笑みにあふれ、今思えば楽しい。歌が